先生、今お時間いかがでしょう。うん、どうしたの。おう、おう、もしよろしければ元気があっていいな。ご提案が。何か説明したいわけではなく、うん、いいよいつでも。うん、やっぱりね、元気な子はいいよ。こっちも元気もらえるから。よし、じゃあ待ってようか。いきなりメボロビが来るんだね。早朝、ガランとしたスタジアムで備品をチェックしていると、おお、来たね、急に。まあ、こだわりが見えるよね。それにしてはでも腕が細いな。うん、いい笑顔だ。ゆっくりでよかったのに、朝から元気いっぱいだね。お、やっぱ表情差分も多い。そっか、メガネがね、メガネ。うん、あ、今、まさね。提案というのは、今日という日に起こりうる様々な出来事への準備。お、ストレッチ。ストレッチパワーがここに溜まって。今の子に通じないか。いやいや。まだまだ。ん？ストレッチ、重要だよな、やっぱり。ちゃんとやらないと予期せぬ負傷を招く可能性が。あ、説明ね。ちなみにストレッチとは、使用する筋肉を意図的に緊張または弛緩させることで回復性と弾力性を向上させる運動の一つで、とあるスポーツ科学の論文によると。よし、やろうか。まずは実践。そうそうそう。説明はね、まあその時。ストレッチはただ動けばいいというものでもありません。ちゃんとした手順を踏まないと効果が最大化できませんから。まあ無理に筋伸ばすとね、痛めたりするよね。うん、先生はお忙しいので、正しいストレッチを調べる時間も惜しいかと思います。なので私がやり方を覚えてきました。やるね。あ、なるほどね、先にやってみせる。よし、体を伸ばす運動。片足を上げて、それから、こうやって、あ、あ、しまった。スクショの位置を、手をスクショの位置に置いていなかった。不甲斐ない。不甲斐ない先生ですまない。あ、おお。何してるんだろう。いや、ストレッチ。とは言っても、この顔。こんな差分今まであったかい？あったか。だから、これは？ふえん。お。おう。わあ、お、かわいい。おー。すごい、そんな顔が真っ赤に。ああ。あ、はっきり見えてる。いろいろとその、なんか。この距離ね、なかなか近づかないよね、この距離は。そんな、ここで力をグッと。いねー。痛そう。足つってんじゃないか、大丈夫か。本当に表情コロコロ変わるよね。え、大丈夫、怪我しちゃうよ。思うように動かないよな。調べた通りにやってるのに。ならないよな、やっぱり。人によって差があるとは知ってましたが、ここまでとは。悲しいな。もう一回。まあ、スクショは後で撮るとしよう。
はい。先生、これは…こんな姿を見せるつもりじゃなかったんです。ダメダメな姿を見られてしまいました。見てしまいました。鳥ってさ、メモロビーすごい力入ってるよね。通常の小鳥もそうだけど、愛されてるな。計画では完璧。なかなか。いやいや、そんな。お、小鳥の背中をゆっくり押す。手伝ってあげるから力を抜いて。ゆっくり、ゆっくり。ストレッチは人と一緒にやることが多い。初心者は特に。二人組を作るってこと？ああ、一人でやるストレッチ、まあ二人、まあ確かにやるか、二人で。そうだな。よし、その後小鳥と一緒にストレッチを行った。終わった後には体がほぐれ、動きやすくなっていた。お、はい。お力になれたと思って伺ったのに。いいんだ、その気持ちだけで。お、小鳥のおかげですっきりできた。自分ではやらなかったと思うし。そ、そ、さしすせ、そしすせ、さしすせ、そ、そうだよ。人が多いからでしょうか、仕事も山積み。さすがは大運動会。先生も今頃きっと目が回るくらい忙しい。そうね、大変だよね、さすがに。やっぱり。でしたら書類の整理を手伝わせて。おお、得意分野ってわけか。よし。お、じゃあまた小鳥が来るのを待つ感じか。結果的には。おお、お急いできた運営業務を無我夢中で片付けていたら。え？グランドのこちら側でキッチンカーを出店すると事前に連絡を。なんだ？あ、あれか、うまく情報がいってない感じか。なんでここで売ってんの？あれ？私はどこまで？本当にどこまで来てんの？はい。レッドカードを、予備あるかな？食堂じゃない。なんでだよ。案内通り。参ったね。電気交換に、あ、そうなの？日付が違う。あれ？ざわざわざわ。お客さんじゃないけどね、この人に関してはもう。ふむ。いや、これはちょっと大変すぎるな。お、小鳥。この元気な声は小鳥。俺には聞こえる小鳥の声が。忙しくて休憩にはなってない気もするけど、そうね、離れられないよね。お、簡単なことでしたらできますから。人の相手をするのは結構好き。まあ説明するのが好きだしね。説明するとしたら人の相手をしなきゃいけない。じゃあ大丈夫？休憩いけるかな。小鳥を信じて。お、ただいま。あれ、あ、メガネかけてる。あれ、あ、なるほど、逆に人がいない。うまくやったね。これはそのどういうことかと言いますと、やっぱメガネ、ああ、取っちゃうんかい。す、好きですってこと？ま、違うよね。
どうして？自分なりにその一生懸命説明してくれたんだ。どういうわけか皆さん説明が途中なのに、分かったからもうやめてと言って帰ってしまい、でもこれはこれでちょっとかわいそうだけど、まあ、しょうがないよな。解決したような、してないような。そっか。いや、そんな、でもね、悪気があったわけじゃないんだから。おっと、待ちなされ待ちなされ。どうしてそんな顔を。いや、複雑な顔になるよ。あ、小鳥、ずっとここにいて。小鳥がいいならいくらでもいてほしいから、好きなだけいなさい。そう、そう、役に立った。でもこんな状態なのにゆっくりできるじゃない。いや、それを説明するのが先生ってわけ？え？次の予定まで、でも、なんて、一体どういう？ああ。自分に起きたことは説明ができない。このもどかしさと、そしてそれを見るこの可愛さ。よし。まあ、一応ね。おかないね。よくわかりませんが、お役に立てるのは嬉しいので。それに今回は社交辞令でもないようですし。そうだよ。お可愛い。その後、小鳥と一緒にいる間は無敵になったつもりで仕事を片付けた。仕事に集中できた。も、お疲れ様です。さっきの理由は未だによくわからないのですが、いやいや、まあ、まあわかんなくてもいいか。え、あ、勘違いじゃない。スーパー小鳥万歳、万歳！元気出して、あは、かわいい。ん？でも、まあ説明、まあまあ、説明、まあ、まあまあまあ、いいでしょう。説明はまあほどほどでいいけど、こういうのもいいよね。どうした？予想はしていた？ああ、体を動かす大変だよね。日頃から運動してないとなかなか。お、今度はじゃあ先生が行く感じかな？ん？いやいや。でも、でもでもだって、先生にお会いできるなら、なんかこの、なんだろうな、覚悟を決めたこのおしとやかな感じ、ちょっとドキッとしちゃった。行くぞ。それはそれ、これはこれ、あれはあれで、あなたは誰？小鳥が休んでいる控室へと向かった。いる？あれ？あまりに静かで場所を間違えたかとも思ったが、お、あ、え、大丈夫？え、入っていい？入っていいの？着替え中？違う？え、こっち？小鳥？どうしたの？大丈夫？お？まさかこんな形で？うん。ん？あ、少しめまいが。ゆっくり、頭でも少し下げて、血巡らせないと。横にならないと。ちなみに？めまい。あ、説明しなくていいよ。あ、うん。ちょっと。もう。この状況で説明を。ここまで来ると逆にすごいな。癖でついお伝えしないと、と思い。けど今のは自分でもさすがにと思います。いや、でも普通に心配だから一緒に救護室に行こうよ。まあ平常心を保つために。お、めまいとは部分的な知覚および平衡感覚の異常。実際は動いていないのに動いているような感覚が生じること。原因は
過換気症候群、ストレス、貧血、低血糖。貧血だよ。どうして私が言おうとしたことを代わりに言ってくださっているような。その方が小鳥も落ち着くかなって。小鳥が説明しなくて済むでしょ。ああ、なるほど。不思議と気持ちが和らいでいく。おう。私を安心させるためになんて、先生は本当に優しいですね。それに私の思ってることも全部お見通しで、こんなに楽になるなんて思ってもみませんでした。よし、ほい。でもそれはこっちもだよね、元気もらえてるし。でもいいから横になってほしい。俺はすぐに、今すぐにでも心配だよ。あれ、ああ、これはもしかして低血糖による、いや低血糖では眠くならないか、安心感からの眠気か。眠る小鳥の額に冷やしたタオルを置く。小鳥を寝やすい姿勢にする。たまにはこういう風に世話の焼ける生徒っていうのもいいものじゃないか。その後小鳥のそばで時間を過ごした。目覚めた小鳥はいつもの元気を取り戻していた。よかった。さっきのことよく考えたらすごく恥ずかしいことを。まあ大丈夫、見守るのも先生の仕事。ん、そうだね。え、そうじゃないの。うん、完全復活、パーフェクト小鳥誕生。元気そうで何より。もうこんな時間ですか。いつの間にか大運動会も終盤。なんだかその変な気分。終わってほしくないってことか。一生懸命だった証拠だね。やっぱり何事も一生懸命に打ち込んだものって楽しかったというか、夢中になれたからこそというか。お、もう少し考えてみたいと思います。どういう話になるんだろう。行ってみるか。説明したくない気持ち。すべての競技が終わった後、一人でスタジアムに残っている小鳥を見かけた。お、何を持って。小鳥はベンチに座り、ガランとしたグラウンドを無言で眺めていた。どうも。大丈夫？まあいつもとやっぱり様子がね違うとね。自分でも思う、いつもの私らしくない。だけどなんだか力が出なくて、もちろん疲れているせいもあるのでしょうか。なんというかこう胸にぽっかりと穴が開いたような、そんな気持ちが。あー、とは言ってないか。寂しいね。大運動会を随分楽しんでいたみたい。スポーツは苦手なくせに。でもやっぱりこういう空気はいいよね。実は賑やかな雰囲気が好きだったとか。だからでしょうか、これで全部終わりと思うと少し気分が沈んでしまって。この先イベントはいくらでもあるし、大運動会も次がある。次があるんだ。まあそうか、そうだよ。でも次回の大運動会は今回と同じものではありません。まあそうよね。人も変わっちゃうし、ただ似てるだけ、中身は全く違う。今回はもう二度と戻ってこない。次回があると考えるのはただのポジティブシンキングに過ぎません。お、いや、いつものね。そんなそんな。
そういう考えも聞きたよね、やっぱり。体調が悪い。そうかな。正直に言ってくれてありがとう。小鳥とちゃんと話ができて嬉しい。だからこそ今を一生懸命楽しみたいよね。違う視点から考えてみる。どういう風に、ん？二度と戻ってこないからこそいい。それは？唯一だから特別、だからこそ大切な時間だみたいな。まあまあまあ。それはポジティブシンキングとどう違う？違うか。あれ？あれ？不思議です。どうしてでしょう？先生の話を聞いたら少し元気になってきて。言葉が変わっただけだと思ったのに一体どうして？でも先生のおっしゃる通りかもしれません。おお、びっくりした。急に BGM が。たった一度きりの時間。前回でも次回でもなく、今回を後悔したくないから。だからみんな一生懸命向き合っていたのですね、この大運動会。それから？ああ、この夕焼けか。もしかしたらこの時間も今回の大運動会だからできたのかもしれません。イェイイェイ！ここまで頑張って、そして自分で考えて。また一つ新たに学ぶ機会が得られた。そのおかげで、今。すごい、なんか今回の大運動会の集大成みたいな話。先生と並んで夕日を眺めていることができているのかもしれませんね。ほう。あはっ。やっぱりダメだ、俺笑顔に弱すぎる。おう、ポジティブシンキング、意外と効果絶大。大切。ポジティブは本当大切。うん、大丈夫。いつもの小鳥に戻ってきたね。お、効果あり。よし。お、さっきと温度差がなかなかすごいね。はい。私がこんなこと言うと驚かれるかもしれませんが、世の中には、あ、説明、いや、俺が言っちゃダメだ。言わぬが花という言葉が、おっ、あっ、あっ、あ、そうだな。よし、俺も言わないぞ。今なんと、先生、水を差しちゃいけないよ。でもこればかりはダメです。絶対に説明しませんから。え？この BGM と相まってなんか、すごいゲームのヒロイン的な、なんかすごい空気を感じる。うわ、な、いいな、この空気。その代わり？あ、いや、この空気、いい、透き通ってる。いや、黙れ俺。はい。言わぬが花、空気を読む。わー、せめて日が暮れるまでは。いいな。いやー、噂には聞いてたけど、噂以上にこのいろいろとこう詰め込んでるメモロビだなっていうのがあるわけで、まあまあ皆まで言うな、言わぬが花というか、まずはね、あ、頭を撫でようと思ったけど撫でられない。どこだ、あれ、ちょっと待って。あはそういう顔に、まあ、ストレッチ中に頭だら、撫でられても困るよね。ちなみにさ、ま、さすがにそういう機能はないか。
すごいな。すごいなとしか言えないよ、これは。はい、あ、この角度かわいい。